さんもそうなんですけれども、2曲目に聴いていただいた子犬のワルツは、あのワンちゃんですね、小さな子犬が、ショパンの実際に飼っていた子犬がマルキという名前の子犬だったんですけれども、その、 あの小さな、ね、あのワンちゃんがくる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 と駆け回っていた様子を描かれていたわけなんですが、今日はあのお子さんたちがあのワンちゃんの代わりにこの辺駆け巡ってくれていて、なんか思わずちょっと微笑ましくなってしまったんですけれども、あの私実はこのポーランド祭2009年からずっと連続であの出演させていただいてるんですね。2009年というのは私が大学を卒業した年で、あの本当にピアニストデビューした年だったんですけども、その時は会場が恵比寿ガーデンプレイスだったんですが、あのなんかもう本当に今日でだからもう何回目、もうステージで言えばもう30回目ぐらいになるんですけど、非常に感慨深くて、で今日のこのお子さんの駆け巡る感じはこれ史上初です。私のポーランド祭の歴史で初めての経験で、あのなんかこれも楽しいなと思って、もうこんなことも二度とないのかもしれないんですけども、あの、ね、音楽あのクラシックって皆さんこう結構閉鎖的な空間で聴くことが多いと思うんですけれども、またこうやってね、あのいろんな人とこのクラシックの音楽を共有できるオープンな、ね、スペースもすごくいいなと改めて思いました。